2013年ドイツグランプリは2013年の F1 世界選手権第9戦として2013年7月7日にニュルブルクリンクで開催された。レース序盤の8周目、7周を終えて1回目のピットストップに入ったマーク・ウェーバーがピットストップで右リアタイヤが完全にはまりきっていない状態にもかかわらず作業ミスでマシンを発進させてしまった。この時、 レッドブルの右リアタイヤを担当するクルーはタイヤの装着に手間取っていたがフロントジャッキマンがジャッキを下ろすと同時にウェバーがピットを離れる形となったウェバーのマシンは発進後すぐに右リアタイヤが脱落して三輪状態になるとさらに外れたタイヤが発進時の勢いを保ったままピットレーンを転がっていきメルセデスのピット前にいたホームのカメラクルーポールアレンに 左手側から直撃した。アレンは意識があったものの、すぐにサーキットの医療センターに運ばれ、その後ヘリコプターで近くの病院に搬送された。この事故で、肋骨2本と鎖骨を骨折し、打撲に加えて脳震盪も起こしていたが、命に別状はなかった。レッドブルはこの件に関して危険なリリースを犯したとして3万ユーロの罰金ペナルティを受けている。 ありがとうございます。